皆さんこんにちは、かずきです。まあ、あがり寒かばってんね。日の国熊本、暑か燃えてくばい、翔平です。翔平くん、はい、今日はですね、はい、やっておりました、私たち、はい、ことを、あ、なんすか、統治法ですか今、文法おかしくなってる。おしゃべりだ、統治法ですか。やっておりましたことを、はい、最終回ですね、これは。なるほど、私たちがやってきたことの、はい、今日は最終回ということ で、ついに皆さんにしっかりこうご報告と、はい、嬉しいコラボもあるよというような動画なんですけども、はい、びっくりしたね、今これ初めて聞いた人は、え、何、カズキだったら最終回なのみたいな確かにね、勘違いされちゃうね。まだまだ続きます。はい、続きますよ。違いますよ、はい、ニモーラというね、はい、動画アプリやったじゃん。はい、ありました。あちらと一緒にカズキのためダンスコンテストっていうのを2023年にやらせてもらい、はい、初めてじゃん、そんな大きいことをさ、コラボしてやらせてもらうなんて、うん、しかも僕らが普段見てたそのダンスコンテストと違って、動画編集を使ってやる、ね、そうそうそう、だから YouTube のチャンネルとのその相性バッチリですね、うん、バッチリです。でそのアプリもさ、はい、もうめちゃくちゃスマホでサクサクできるようなやつでさ、うん、受賞者とかの参加者の皆さんの動画見たらさ、うん、こんなこともできんだみたいな。いや、めっちゃ思った。そう、その中でもですよ、うん、はい、一般部門というレベルの高い中でグランプリを取った方に、うん、今日来ていただいております。で、その子たちと一緒に踊ります。あ、多分泣いちゃうよ。大丈夫？だって憧れられてんだよまあね、それ自分の口で言っていいやつなんだっけ。言って言って言ってこう。憧れられてる。あ、来たら彼らは泣いちゃう。さっきからね、うん、その辺で待機してくれてさ、そわそわそわしてるのめちゃめちゃ感じてたの、うん、あ、だからもう好きすぎてね。あ、そっちか、うん、動画に対する緊張じゃなくて、うん、会える会える、かずきさん、翔平さんに会える、うんうん、でてくる、うん、てかもう絶対に出てこれないかも、泣きながら一回通り過ぎちゃうかもしれないし。あー、確かにね、うん、でも数々のさ、いろんな人がカズキのタネに来てくれてさ、うん、いろんな登場の仕方をしてきたじゃん。そうだね。今回の受賞者はどんな出方をするのか、かわいそうすぎないこれということでですね、カズキのタネ動画ダンスコンテストの一般部門、はい、グランプリの2人に登場してもらいましょう。どうぞ。どうぞ。言ったこと全部ちゃんとやってくれた。はい、ここカットですね、ニモーラでね。ニモーラさんカットします。ニモーラさんでカットです。改めてどうぞ。どうぞ。泣きながらさせていただきました。お名前をそれぞれ。はい、たつきです。たつき。たつきくん。そして、太田です。太田。あ、太田です。あ、太田。びっくりした。太田たつきみたいな。チームもじゃあ、K-POP アイドルみたいな感じで言ってもらって。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダーリーアウト。ダリーオート。いいよいいよ。ダーリンオート、いや、ダリーオットです、ね、ダリーオット。お前全然伝わってなかった。ちょっとすっげえ、なんだろう、おしゃれだ、おしゃれだね、ダリーオット、うん、で、どういう意味とかは。もともと結構友達みたいなところから、はい、友達ではないの。あ、友達ですダンス云々前に友達ってことで、ダリーっていう意味が戯れみたいな。カメラのこやつで、オットがなんかオットとちょ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 オットとちょダリーオットって意味聞こえる。オットはどういう意味。天神とか。あーそうなんだ。いいね。でも記載感があるんじゃない。受賞した今回の作品も、うん、めちゃくちゃ変人だったもんね、うん、でちなみにたつきはだって会ったことあるもんね。あるある。もうなんか全然俺ダンス関係ないんだけどね、うん、アパレルのポップアップのお手伝いさんを紹介してもらったら来てくれて、だからダンスを初めて見たのはこの動画で、はい、しかもなんならね、俺動画見て優勝って決まった時はたつきだって気づいてなかったの。別にでも忖度でもなんでもないですよ。セットですでしょ。いや、なんかジャンル的に、あ、翔平くんどっか通ってそうって思ったのよ。2人で受賞のさ、その選んだ時もさ、うん、別にたつきだとかそういう話をしなかった。知らなかった、知らなかった。オットくんは違う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 、オットくんになったの。違う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 、太田くんなんだ。太田くん違う違う、ごめんね。コータ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 くん。コータくんは初めまして。はい、初めまして。ですよね。初めましてだよね、はい、だこの2人が、うん、一般部門のグランプリを取ったんですけど、うん、改めておめでとうございます。マジですごかった、うん、まだ多分見てない方もいると思うんで、一旦ちょっと2人のどんな作品をやってくれたのかっていうのを見てもらった上で、うん、ちょっと細かい話聞いたり聞きたいね、はい、じゃあまずはその受賞作品をご覧ください、はい、どうぞ。かずき、あ、せーの、もうちょっと待って、初めてやるんだから、うん、せーの、かずきの種。あ、危ないな。おっとどうぞ。Ain't gonna get delirious, just sit here by the bay. My
stay. All the other things can wait. All the other things can wait. Oh, all the other things can wait. No, all the other things can wait. All the other things can wait. おしゃれー、じゃあです、素晴らしい。俺聞きたいことがいっぱいあるんだよこれ、うん、どこ10歳臨海公園で、え、そのエリアだけであのシチュエーション全部見つけた、はい、やばっ。振り付けとさ映像編集がさめちゃくちゃマッチしてるじゃん。これもうさ、そう、どう編集するかを決めて作ってる。そう、最初に構成を全部決めてから振り作りました。なんかこういうことやりたいみたいなのを思い浮かべて、じゃあ振り付けこうしよう、をこのシーンはこういう風にやるから壁を使って撮ろうとかって。あ、そうですね、すっごいこれ気合が違うもん。1日で撮った。いや、もう1日で、はい、なんかそこにまず感動したのと、うん、あとこれスマホで撮ったんでしょ。そうです。それもなんかあの書いてあってさ、もちろんフィモーラで動画編集して、うん、こんなことまでできんだって誰もが思ったと思うんだけど、細かい、手振りの細かさ。どうなんですか、同じジャンルの、まあ言うたら、うん、まあ、から師匠じゃないですか、うん、イズムを感じるの、うん、いや、もう全然違う。あ、そうなんだもうなんかすごいむずって感じ。俺あんな作れないもん。あ、俺多分こうやりながらほどけなくなると思うでもすごく綺麗に流れができてるから。これ振りはどうやって作るの、もう分けるの2人で。そうですね、外に。あ、そうなんだ。で、2人で踊ってるところは、うん、画角を気にしながら2人で、ああ、こう動く。あ、なるほどね、うん、あと縦動画っていうのがあるもんね、今回ね。そうですね、それも意識したんですか。僕は難しかったですね。あ、縦動画でもそうだね。なんか2人だからまだ、まあまあ近くで踊ってれば、うん、切れることはそんなないけど、うん、動きによってはさ、うん、思いっきりダイナミックに動きたくても、うん、縦だからちょっとね、そう、ちょっと考えなきゃいけないんでね。フィモーラでこのグインググインができるとかはもう知ってた。あ、そうです。一回触ってみて、どんな感じだろうっていうのを見て、全部練習かな。めっちゃ真面目やん。真面目やん、だから見て分かる、真面目やん。衣装シャツにメガネは真面目やん2人のその真面目さというか、こう真っ直ぐさがめちゃくちゃ作品に出てた気がする。ですさ、振り付けのなんか的確さもそうだし、うん、編集とか、あとこの音源もアプリに入ってるやつ。あ、そうですね。こんな素敵な曲なんだね。でもこういうのいいよね。なんかこういうのきっかけにさ、まあ、普段やってるかもしれないけどさ、うん、でっかい公園とか行って、うん、友達と一緒にこういうとこに立ってさ、こうやって撮ろうよとかさ、うん、作ることがなんかダンサーからしたらさ、うん、それが遊びみたいな部分。うん、遊びだね。その感じを2人がバッチリやってきて、うん、しかも素敵な作品に仕上げたのに、拍手、拍手。これはグランプリですということでね、はい、この一般部門グランプリの2人と一緒に今日は踊るために、はい、これがメインです。いや、そうです。集まっていただきました、はい、ただ今動画を見ました、はい、ちょっと無理かもしれない。おー、そうだよ。あんなに片足で立ってられないよ、うん、聞いてくれ。諦めは早い。まず教えてもらわなきゃいけないんだけど、そうだね、前編はちょっとさすがにカメラワークが兼ね合って厳しいっつって、うん、最後のまあサビっていうのかな、はい、そうです、って思ったけど、まあまああるよね。30秒くらい。しかもさ、あの、うん、終わりましたでなんかこうゆっくりになるじゃん。あ、もうそのまま終わるかなと思ったら、そっからなんかそうみたいな姑息な真似を、姑息な真似をしてらっしゃって、あそこまでしっかり頑張んなきゃいけないよね。30秒あるし。じゃあ見てる方、いや、和樹さん、翔平さん30秒っすよみたいな。いやいやいや、おい、ダンスの30秒なめるなよそうだぞ、この方たちな、30秒にな、これごと買ってくらい詰め込んでんだぞそうだぞ、運動会の日お母さんが張り切った弁当ぐらい詰め込んでんだぞいや、ちょっと振り教えてもらおうか。行きましょう。じゃあ一回仕切り直しますよ。はい、できるかな、はい、最高の夫笑顔でお願いしますせーの、和樹のタネ型いやこれでも全部さユニゾーンだったはい、じゃあ早速お願いします。お願いします。最初は僕のとこから入ります、はい、最初前にドンドン開いてドンドンしたらチャッチャッ、はい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 手首つるってあとね、最近肩痛い個人的な理由で振り上げるで、次ここに入れて回してか
すごいです。でもそういう性格なの、なんか穴があったら入りたい。そうですね。あとなんだろう、隙間見つけたら。いちいち家とかで醤油取るときもめんどくさそう。ずっと繋がっていくんだね。あ、そうですね。でもそういうスタイルなのか。うん、流れをね、大事にするからね。そうだね。醤油くんも確かにそうだもんね。今日流れはパズルみたいな。そうだね、だから自分家のパズルは得意だよ、他人家のパズルは得意だよ。確かに入れたら、そのままこう回します。なんだこれ。でしたら今度こっちを押してつけるんですけど、手がカッカッカッカの時にその間に、はい、一回僕のパートを一回終わりです。コータ何やってんだよ。コータすごいじゃん。なんだこれ。終わる今日。これまだ一部でしょ。ツーエイトです。ツーエイトってさ、ボックス4回やったらツーエイトって本当は時間の使い方が、ら俺らが夜ご飯食べてる間にもう歯磨きもしてシャワーも浴びてる。そんぐらい多分スピード感すごいから、うん、あと動線全部はっきりしそうですね。そうよ。お風呂上がってバーって歯磨きバーってやった後にちょっとドライヤー乾かしてそのままこうやってねーってそのままベッドに。もう一回カウントでいいですか。はい、セーブ、エイ、ちょっと待って、足間違えてる。ダメよ、足間違えてる。俺らそういうの目ざといから。キャッチ、キャッチ。なんでどんだけ面白く難しくするかの大喜利してる。でもさ、こういうジャンルでちょっとそういう部分あるよね。ある。あのそのつながり見つけられなかったお探しないとか あるけど、戯れすぎ。これでもチーム名とダンスがすごい合ってる。マジで難しすぎてね、静かになんだよ。ちょっと2人に思ってもらおうか。確かに、はい。買ったりとかのと思ったらメロ行ったりとか、ね、すごいこの切り替えが。でもこの複雑な振りを適当にやってるわけじゃないっていうのがすごいね。そう、ちゃんとなんかとかって音を取ったりとか、これ変態チックやってます。ありがとうございます。すごいな。作る時が変態で踊ってる時はタブレてんだろうね。そうだね。そうだね。最高やん。すごいですね。今度からそうします。どうする？で、マージンはどうしようか。よろしくお願いします。本番立ったら一回入るみたいなさ、経験値すごいじゃん。ハングルメトリーだった。行きましょう、行
きながらこうやって、あ、もう分かってるんだと思ったら入った。もう一回お願いします。あ、同じくだりやります。 1,2,3,8で、したら今度手首両方変えながら頭と顔こっち、頭と顔違いますね。頭と逆に頭と顔を別で動かせない。この時に手をスイッチでパンで回してきて持って、チューだ、チューです。チューなんだ。チューする時、あ、こうやってするんだ。ワイルドな装飾系みたいなダンス的なの最後だけワイルドだね。あ、ちょっと影響受けてるな俺の。確かに、すぐチューしたかったもんね。いいんじゃない？よっしゃー、さあこれをちょっとこっから衣装に着替えて、ちゃんとね、いいカメラで撮影してやりたいなと思うんですが、むずい、不安。さあ、ということで本番衣装に着替えていきたいと思います。せーの、カスキの種。さあ、ということで衣装に着替えました。爽やか系、今日今回ね、爽やか系ということで見事じゃない？うん、中間の右唇のここにパンのパスみたいなのついてる。パン粉ついてる。おっちゃめ、おっちゃめ。取れた。何の時間だよ。ハート。やってみよう。はい。頑張るぞ。せーの。カスキの種。さあ、ということで無事撮影終わりました。ありがとう。かっこいい振り付けを一緒に踊らせてもらえてね。難しい。これすごいね。これさ、何テイクぐらい撮ったの？ここのサビだけで。画角とかはちょっと合わなかったりとかで、うん、あ、そうなんだ。結構撮ったよ、何十回ぐらいは。うわー、やっぱその努力あってのあのクオリティだよね、映像の。あと、なんていうの、何十回もやってたらさ、うん、この細かい振りちょっと消したると思うから。あ、そうなんや。なんか一回できるようになったらもうできるじゃなくて、うん、できるようになってからちょっと一回できなくなった、うん、緻密な振り付けで、なんかいろんな音の、うん、気持ちいいところを撮ったり溜めたりとか。いや、素晴らしいですね。2人は動画コンテストに関わらず普段からチームで活動してパフォーマンスしたりしてる。そうですね。見て、お前だ。お前誰。普段から動画撮って載せたりしてるん。あ、そうです。あ、じゃあそれぞれのやつを概要欄に載せとくんで、ぜひそこから見て、うん、フォローして。この2人だったらさ、うん、映像作品としてなんかいろんな面白いことを今後作ってくれるんじゃないかなと。いや、楽しみだよね。楽しみだから、これを機に。すんげえいいカメラ。いや、でも興味ありそう、そういうのも。あ、そうです ね、うん、ドローンで撮りたいとかいろいろ絶対あるでしょ。すごい気持ちわかるよ。でもね、自分たちがドローン持ったところで ね、自分で操縦しても大丈夫。じゃあ今度持った振りを作るじゃん。撮りながら賞金もらえるんだよね。何食いく、何食いく、何食いく、打ち上げするでしょ、うん、皆さん行きましょう、行きましょう。めちゃくちゃ行きましょう。賞金くれた側の人に拍手。なんか使っていくんですか。
ビデオとか、ビデオとか、いいね、楽しみですね、今後も、はい、ということで、はい、ぜひ皆さん、他の出演者の出場者の方のね、はい、動画とかも SNS 上がったりするんで、はい、チェックしてみてください、はい、はい、ということでね、カズキの種動画ダンスコンテスト一般部門グランプリのダリオットの2人でした。ありがとうございます。皆さんもね、あのフィモーラでこれだけ本当に動画編集できるんで、はい、ぜひぜひやってみてください。動画を載せるということはね、ダンサーにとってはすごく大事なことだと思うんで、自分の中のコンテストは永遠に続きますからね。もう口笛やろうとして出ないのってない切り替えてカッサカサだよくそこまで分かったということで、この動画が良かったよと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。せーの、カズキの種、バイバイ。